何それ。いやいや、僕の話を聞いてよ。聞けよ。かんかーい。今スマホタップした君、気になるよね。だってうちがあんなところにいたんやねんて。だよねだよね、気になるよね。なんだったら俺のことも気になる気だよね。名前も知らない気ですからね。うっせーうっせーウルトラーソウル。それでさー、何を聞きたいの。え、お前が勝手に止めたんだろって。知らねえよ、バーカ。アーホ、お前の母ちゃん可愛いな、愛してるぜ。デイデイ、さっきから顔が近い、近い、顔に近い。バカ言ってねえで働けー。我が輩はどう俺だ。これだ、あっちじゃボケー。俺っちがこうやって気ままに歩いてたらだよ、グリーンだよ。何かいい感じの扉、英語でドア、日本語で深淵に染まる邪竜が眠る封印の門を開けようとしたでごわす。あらやだ、シーン切り返したのにポジション変えてなかったわ。ユニタンドジック星、うっしょ。星が綺麗ですね。あー、あれありだわ。まあ、それもありだね。ありだけにってかー。ガガ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 。やだー、ぶつかっちゃったー。ぶつかった拍子にパンツ脱げちゃった。あらやだ、ぴったり。もう、いろいろ落としちゃったー。私の死？ん？どう？やだ、バッチー。てか、俺なんでここにいたんだっけ？ねえねえ、君たちは知ってるかい？知らない？そっか？ユニも知らない？特に目的なんかなかったんだよね。じゃあ思い出すまで付き合ってよ。どうせ暇でしょ。ねえねえ、私って誰？いいか、ボケ、厄介死んでからもう一度聞きに来いや。オーケー、前髪。結婚しよう。あっさん、死ぬたびに頭のネジが飛んでってるわ。じゃあない、まずお前の名前はユニークバッハやで。俺の名前そんな名前やったんか。あれ、なんか俺たち、入れ替わってる。君もライライライってだ。戻ってこいや、腹話術疲れるやろが。結婚しよう。うん、あった。あっちの名前は中学生が考えた名前のような、ユニークバッハ？性別、オス、メス、両生類、メスガキ、男、女、ゴリラ、なんでもいいや。バスト、運営からゲットで。ステータス。坊や、お姉さんがいいことしてあげる。今、誰よ、そのいやらしい X は。あらやだ、まるで小学生が考えたような、無限、逆に使ってて恥ずかしくないの。ってレベルの無限が来たぞー。ブシ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 。ブシ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 。それでさあ、なんかさあ、僕がただ部屋に入ったらさあ閉じ込められててさあ、何束縛、部屋から出ちゃってってやつってさあ、トイレ行きたい。ああ、それでさあ、なんだっけ、ああ、最近スーパーのバーゲンでさあ、隣のおばさんが5分後に来てさあって、それってもはや隣にいなくねって話なんだけど、ああ、出番欲しい。でさあ、この世界の主人公って女連れてるけど全くその要素活かせてないよね。俺だったら毎度半裸にさせるんだけどって。ああ、うちらが表示されるの顔だけかー。最近寒いよね、防寒してる。最初は人気連だけだったのにさあ、気づいたらやれ毒虫だやれ悪神教だの、青ひげ団だのエイリアンズだの地域防衛軍だの他の組織が出しゃばりすぎて影薄いんだよね。それでさあ、ご中とか雑魚とか言ってきたり、舐められてるわけや、舐められるの好きだからからいいけど、でさあ、思うわけ、大司教とか司教とかうちからしたらキャラ設定いじって殺せば終わりやん。であいつらなんか強い設定与えられて生きってるけど、うち全部そういうの書き換えるから強い設定とか無敵設定とかラスボスとか序盤の雑魚とか関係ないんでゲス。あー、彼女欲しい。なんだったらこの世界観も面倒だし異世界ものにしちゃう。それでそれで値はあ、どうも、パンチラ金太郎です。なに、この人強さという概念がない。強いわけでもないし弱いわけでもない、何にでもなれる可能性のゴンゲみたいな。見てる皆さんに4分も待たせて、それはないでしょ。もっと探ってよ、うちの内側全部さらけ出しなよ。いや、内側も何も何もないじゃない。なのに一瞬で存在や役割、能力や個性を形成してる。個性がすぐに生まれて消えるみたいな。君いいねー、うまいこと言うねー。そう、そうなんだよ、俺さ、個性の塊なんだよねー。個性ってさ、大事っしょ。なのに人って個性してるんだぜ、バカだよなー。人の敵って何かわかる？バグ、そう、バグ、人バグ、普通にしてたらいいものを、人は人を敵にして悪だの正義だのワイワイしてるんだもん。上の存在からしたらアリの大群と変わらんのにな、巣に水入れちゃおっかなー。でさ、まさかまさかだ、なんか散歩してたら閉じ込められたってわけ、虫みたいに。あれ、あの女は、いや、やべ、使うカラー間違えたわ。じゃあ、飛び降り快楽よー。なんだこいつ、一瞬で配置や状態を空間ごと変えた。でたらめだ。いやー、いいもの見れましたなー。アイドルのパンツが見えたくらいいいもの見れましたわー。早く来て、ジェシカちゃん、マリアちゃん。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか、くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。
また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。